はい、おはようございます。いつも動画ご覧いただきありがとうございます、56歳おっちゃんのガレージライフ、バイクライフ、車とかあと DIY、毎日、お付き合いいただきありがとうございます。それでね、今日はね、何をするかっていうか、実はね、前の日2日前に草刈りしました。草刈り、外にDIY でカーポートみたいなこう屋根をつけたいなと思って、まずは整地からと思ってやりました。それで次の日にこの杉板の DIY、 仮設トイレの中杉板張って、それで余った材料でこのガレージちょっと2段だけ杉板増やしました。それでね、実は腰やっちゃいました。もうめちゃくちゃ痛くてね、実はトイレね、DIY してる途中からね、あら、ぎっくり腰みたいになったと思ったんですけど、昨日もう痛くてなあ、どうしようもできなくて、それでまあ編集とかはしてたんですけど、何もガレージで遊ぶことができなくて、それで昨日86乗って帰ってきてたので、本当は86磨いて、あと86のレストランにもかかろうと思ってたんですけどね、中腰になるのがちょっと辛いんで、今日とりあえずまあ86、徳島までしばらくっていう意味なんですけど、洗ってないので、今日ちょっと洗車して、それでやっぱりこの4エンジン、やっぱりエンジンもこう、回しやらんかったらいかんかなと思って、ちょっと走っていきたいと思います。では頑張ります。56歳のおっちゃん、腰痛でーす。こんな感じで、洗車できたので、これからちょっと水を飛ばしにブーッと行ってきたいと思います。86のサウンド一緒にお楽しみください。行ってきます。はい、やってまいりました。海まで来ました。ここは徳島県は阿南市、桑野川の河口になります。河口より、0.5m だからもうすぐそこが海になります。そんな感じで、この前ここで NSX でコーヒー飲んだところです。今日久しぶりに、サンルーフ開けたらやっぱりめちゃくちゃ暑いです。やっぱりサンルーフは暑いね、夏開けるもんではないっていう、まあそんな感じです。はい、そんな感じで、洗車の後の水落とし、梅雨払いっていうんですかね、これも終わったので今から帰って仕事をしようと思ってます。とりあえず帰ります。
はい、それで、私の第二の隠れ家、サーキットの方に帰ってきました。今日ちょっとガレージに帰らなくて、サーキットの方に帰ってきました。それでね、外でコーヒー飲もうかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ暑くて、それでちょっとあの屋根のある休憩所の方にまで足を伸ばそうかなと思ったんですけど、まあいいわと思って、第二の隠れ家ガレージこっち側で、もういいかなと思って、それで、こっち帰ってきました。はい、動画最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。こんな感じで、今日も朝からまったり、一日が始まりました。それでやっぱり、朝はコーヒー、コーヒーは最高です。それで今日はね、私 の、 あの第二の隠れ家でないんですけど、まあ、あの RC サーキットの方に、帰ってきました。でこれからね、また今からガレージの方に帰って、それでまた第2弾、本日第2弾何かしていきたいと思います。こんな感じで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。まあこのようなおっちゃんなんですけど、1日1本、明日もまた何かね YouTube にアップするのが大好きなのでアップしますので、よろしければチャンネル登録していただいて、それで、明日お会いできれば幸いでございます。それでこのおっちゃん、いいね高評価もめちゃくちゃ好きなので、重ね重ねよろしくお願いいたします。というわけで今日本当にどうもありがとうございました。今日は私の86でした。さようなら。おっす、また明日。